その後はバトンタッチして、サイトロンさんとテンリーフさんのライブ配信に私が映像を届けるんですけど、なんですけどね、まあ、この天気じゃないですか。で、私昨日かな、昨日青森から帰ってきたんですけど、仕事で青森行ってて帰ってきたんですけど、帰ってきてすぐですね、天竜さんと打ち合わせをしまして、成沢さんどうしますと、稚内しか晴れませんよと、北海道のこれ行くしかないよなって話になって、これから私稚内に行くことになりました。どこでもらえる？ですね、4階に行っていただければ。4階。皆さんこんにちは。星写真家タイムラプスクリエイター成沢秀樹です。今私は北海道稚内を目指してフェリーに乗りました。今は時間が17時5時なんですけど、17時半にですね、八戸を出て、それで深夜1時半に苫小牧東北海道に到着と、でそこから稚内を目指しました。明日8月12日がペルセウス座流星群の極大日なんですけども、天体望遠鏡メーカーのサイトロンジャパンさんとですね、天文メディアの天文リフレクションさんが共同開催で朝まで流星群の映像を生配信するっていうですね、そういう企画をやるんですね。それの撮影班として私が、まあ、雇われたわけですけども、線状降水帯っていうんですか、あれが福岡から関東の方まで発生してて、もう絶望的に天気が悪いんですよ。北海道の道北地域、稚内だけが晴れるという予報になってまして、まあこういう予定ではなかったですけど、急遽、稚内に行くことになったんですね。で、稚内から流星群の映像をお届けするというお仕事でございます。まあ10時間ぐらい、移動したわけですけども、とりあえずここからですね、休んで1時半に船を降りて、ライブ配信の時に回線をこう分けてやった方がいいだろうっていう話になって、レンタルで Wi-Fi をポケット Wi-Fi 借りたんですよ。でそれが、まあ、私家にいないもんでこう移動してるから、ちょっと実家にですね送って、それを受け取って稚内を目指すという感じでございます。まあ、とりあえずずっと運転してて疲れたんで、休みたいなと思います。あー疲れた。おー、はい、それではここで今回の配信場所ですね、どういう風に選定したのかっていうのを説明したいと思います。まず天気はですね、南から西にかけて撮ることが多いなと思ったので、そっちが可能な限り長く晴れている場所。光汚染マップを見てですね、稚内市周辺はまあ明るいんだなと。なのでこの稚内市を避けるところで配信をしようと思いました。次に電波環境ですね。電波が良くないとライブ配信中に止まっちゃいますから、まあ、そういったことがないようにライブ配信に適した電波環境かどうかを調べました。私ドコモユーザーなんですけども、ドコモのサイトでですね、こういうエリアマップが選べるんですね。なのでこの赤い部分はまあ稚内市で一番電波がいいことになるんですけども、この黄色エリアですね、せめて黄色のエリアの中で配信をしようというふうに考えました。あとそこまで過剰に気にすることもないかもしれないんですけど、一応ヒグマですね、目撃情報が多かったので、
このヒグマの目撃例のない場所が安全かなと思っていました。まあ、これもあくまでそのクマがもともと生息しているようなところに人が行っていたみたいなのもあると思うので、稚内市周辺以外で見られてるやつはまあ参考にならないかもしれないですよね。この4つを考慮するとこの場所がいいんじゃないかなと。最北端の宗谷岬周辺ですね。でこの辺実際どうなのかなっていうのを Google Earth で調べてみました。そうするとですね、これ宗谷岬を Google Earth で見てるんですけども、まあ、3D モードにすると宗谷岬の裏側の山っていうんですかね、ここはちょっと小高い丘になっているのが分かりますね。で大きい駐車場がいくつかあることが分かります。なので、この宗谷岬の北端のこの位置だとちょっと観光客の方とかも多いと思いますし、街灯がね気になったのでこの丘の上に登って見晴らしのいいところから配信をした方がいいのかなというふうに考えました。もうちょっとですねこうずらして丘の方に行ってみると気になる建物があって、これの風車の建物なんですよね。でこれ Google ストリートビューで見てみると駐車場があってすごい宗谷岬全体がを開けていると全方位見られるなという感じがありました。でこの風車を手前に入れてね、流れ星のライブ配信とかできたら結構いいかななんて思ったりして、事前に問い合わせしてみたんですけど、この風車のところがですねあのなんかトイレがあるみたい で夜間も開放されているってことで、あこれはいいと。で一応そのライブ配信の趣旨をご説明したところ、ま、問題ございませんということだったので、ま、ここでライブ配信をしようかなというふうに決めました。めっちゃ揺れる。めっちゃ揺れる。すごい今日。まだね。まだ寝てる方がマシですねこれ。横になってよ。まだ深夜の1時半なんだもんね。なんか時間の感覚がもう完全に崩れちゃった。おはようございます。北海道滝川というところに来ています。昨日ここで仮眠をしました。じゃあ留萌に向かいたいと思います。11度らしいです。やっぱ寒いね、こっちはね。気温が11度。あと、覆面パトカーがすっごいして、途中捕まってる人いっぱいいました。怖い怖い。
これから、ヒルナンデスが始まります。めっちゃ緊張する。なんかドキドキしてきた。見るだけなんですけどね。あ、星絶景スペシャルって出た。おー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 おお。あ、写真出ましたね。はですね、一応最北端になりますね。日本の一番北。あ、これ、え、右方向？あ、今のところか。え？見えてきてみ。これあ、今何、あ、流れた今、俺の上流れなかったビュンって花が咲いてた、ドーミントークそう、フェルナンデス、フェルナンデスじゃないな、小さい流星、たくさん映ったでしょ、きっとね、これ、俺、いなく、あ、また流れた、同じもの流れて今お待たせしました、ペルセウス座流星群2021ライブ配信、始めます。最初から北海道に行く予定だったんですか？いや、全くその予定はなかったですね。成沢さんどうします？稚内しか晴れないんですけど。でも超大変じゃないですか。もう超大変、めっちゃむちゃぶりしてます ね。一番ブラックなのが成沢。そうっすよね。おお、あ、で、さっき言った緑のやつですね。これです、これです、これが流星の本体ですね。はいはいはい、これね、あ、ここが今光ってますね、はっきり出ましたね、これね、うん、これが流星が通った後が、うん、流星です。あ、いい、結構でかいですね、割といい感じですね、割といい感じですね、おお、いや、ちょっと感動するね、やっぱりちょっと何回見てもいいですね。